さあ今日はね、ウィースポーツをやっていこうと思います。はい、何ですか今日は。今日はもうマットがボクシングでこうやってボールを投げてくる。で、俺はこういう風に避けるのよ、ね。はいはいはい。反射神経を鍛える。まあそうだよね。トレーニング。うん、トレーニング。遅いけどね、マット投げすぎ。おぉ、いきなり速くなった。いきなりね、投げてる。あ、いいぞ。え、マット当てる気ある？なんか外向き、あ、当たってるよ。二つにした。ずるいね、あいつ。俺本来避けなきゃいけないんですけど。痛そう。え、顔に当たってるよ。そう、容赦ないんで、全部当たったろうかな、みたいな。あ、なるほどね、うん。え、もう当たってるやん。そう、こうやって。え、ちょっと、マットさん。こんな感じ。気づこう。え、ま、マットが避けてない、もはや。いや、そう。いやいや、顔だよ。こうやって当たりに行く。え、これだってさ、しかも見てみよく、テニスボールっぽいよ。痛いよ、絶対。こう、しかも公式のテニスボールでしょ。二つ投げてくるときが厄介なんですよ。どっちも当たんなきゃいけないから。いやいや、いいのよ、別に。顔面で受け止めない。いや、別にいいのよ。なんで顔面で受け止めてんのよ。だって私の顔ボコボコになるからやめて。私の顔がさ、目も当てられないことになっちゃうから。マット引いてるって今ちょっとほら、一個ずつ投げてくるようになったよ。さすがに引いて。二つ投げてくる。あ、ひどい。ひどい。はい、こんな感じですわ。え、マイナス50って。すげえ投げてくるな。マイナスやん。うん。じゃあこれ全部当たるまで頑張ろうっていう。え、やめてあげて。キャミカがかわいそうだって。よし。ちょっと。いいよ。あ、マット。マット頼む。もう避けてくれ。頼むから。いや、かわいそう。ちょっとほら、マットも遠慮がちになってるやん、なんか。遠慮がちだな、なんか。え、ちょっと、マジでみたいな。ほら、さすがにね。目の前にいるの、ほら、女性ですし。うん。ちょっとね。おー、危ね。おぉ。めっちゃ、わーわー。え、外れた？外れてる。うわ、あ、プラス2点。よいしょよいしょ。プラス 6？ めっちゃ、ダメだ。めっちゃダメや。もう一回やります。え？もう諦めって。もういいよ、十分じゃないか。いや、一回でも当たったらダメです、これ。そうなの？うん。ええやん、別に。こうやって。危ねえ。ええやんけ、頼むよ。顔がボコボコになっちゃうって、これ痛いよ、絶対。青技で済まないって。テニスボールだよ、絶対。危ねえ、今、外れるとこあった。あー、え？あ、あー、ダメだ。あの、左端に投げてくんのむずいな。もうええやん。避けてくれてんのよ、マットが。さすがにめっちゃボコボコだから、顔が。きっとね、青技だらけで。さすがに、だからもう、修行と言ってるけど、ちょっと避けるみたいな。あぶね。当たりに行ってんの、ね、あーくそ、むずい。今のはむずいですよ。フィントがいいだもんな。うん。避けちった。めっちゃ避けてるやん。それでいいんだよ。ほんとはそれでいいんだけどね。結構点数入っちゃうな、おい。おぉ、なるほどね。こうやりゃいいんだ。はいはい。スッてこう、ヘディングみたいな。いや、合わせに行かなくていいのよ。センタリングじゃないから。センタリングの練習じゃないでしょ、これ。おぉ、こうだよ、こう。違う違う。ここってなる。やめてあげて。やめてあげてって。この左足をこう当てれるようになったら、攻略か、もう完了って感じ？いやいやいや。やめてあげてって、かわいそうだよ。え、これマイナスいくつになるの？え、でも、片手だけだね、ずーっと。確かに、両手で投げてこないな、彼。なんで？なんでだろう。だから激しい避けを、やったら、相手投げてくるんじゃね？さすがにさ、だから、顔ボコボコないんだよ、多分、青技で。だから、ちょっと引いてるみたいな。よし。次はいける。いや、もうって、やめてあげて。かわいそうだよ、ジャミカが。いや。ふにゃふにゃボールですから、これ。ほんとに？うん。テニスの高級じゃないの、あれ。だって、ほんとに、ぽくない？ボールのあの、ラインの入り方とかさ。跳ね方というね。あー、くっそ。何、せめてさ、クリアしてくれよ。もう一回やんなきゃいけないんだぞ、これ、キャンミカが、うん。かわいそうに。試合やり直します。いやー、難しいな。そろそろ行きたいね。あの、端っこ投げてくるのがやっぱ、鬼門、家門だね。うん。家門？家門だよ。家門なの？俺の家門。どういうこと？ちょっと、大丈夫。よし、危ね。よし。はい。いいよ、このパターン好き。
うい。ああ、おお、やめて。当たりに行くな。マット避けてくれ、もう。頼む、マット避けてくれよ。避けてんで、俺、投げるの。頼むよ。違う方に投げてくれよ。なぜか全部当たっちゃうんだけど、戸惑ってしまった。やべえ、ちょっとさすがに、クリアさせるって自信をつけさせないとと思って、すげえ、大幅にやってるのに、当たっちゃうんだよ、なぜか。やめてあげて。いいぞ。いけんじゃね？いける？マット気づこう。あいつ間違えてんじゃねえの、ルールって。一回さ、ちょっとタイムタイムタイムって言って、当たりに行くんじゃないよっていう説明の確認しようよ、ちゃんと。もう気づこう、マット。危ねえ。全部当たってるから。いけるいける。全部当たってるから、ちょっと。いけるぞ。よし。そのまま、おっしゃー。マイナス46って。46当たってるやん。やりました。避けた弾はゼロ。なんか複雑だったわ。すごいけど。すごいチャレンジ。いや、すごいチャレンジだったよ。見応えはあったけど、なんかちょっと複雑だったわ。私がやられてるから。ああ、ね。弾避け、避けないで全部当たってみた、みたいなね。はい。YouTube らしい。チャレンジ、成功ですね。はい。じゃあ、これあれ出したりありがとうございました。